えいよーどうもかけまるです。はい、おはようございます。で喋ってなんかとりあえず一言目、僕たち今寝起き5秒後ですです。5秒だよね。ちょっとやばい、寝起き5秒はさすがに途中20分ぐらい経ったえ、5秒でしょ。20分、 5秒です。5秒後なんですけど、ちょっといきなりカメラ回させてもらってます。起きて、今日の企画もう大体察してるでしょ。察したけどマジで何食べんの。あの本日は匂いしてんだけど、クンクンするね。クンクンってということで本日の企画は寝起き即ペタマックス大食い対決。前回こちらの動画ね、寝起き即二郎系ラーメンの動画がですね、まあまあ好評だったので、本日は第2弾というところでペタマックス食べていきます。ペタマックスっていうのはあのペヤング、わかる？ペヤングの8人前が出てきます。1人4人前。俺5行くから3行って。2、じゃあ7行くから2、1 俺今日めっちゃ食えるから大丈夫。今回対決じゃないです。対決って、そう、間違えた。今回は協力プレイで完食するまで帰れませんです。どこに？ああ、実家に。じゃあ3日ぐらい猶予あるってこと？ちょっと待って、おかしい、実家おかしいわ。ダメとこシータ、ダメとこシータ、はい。で、今回あのペタマックスを食べきれなかった場合、僕たちかけまるは1年間焼きそば禁止です。もう今後一切焼きそば食っちゃいけない、この1年間は。で、今日はもう死ぬ気で食い切りましょう。いいのね、マジ好きだもんね、うちら。うん、ということで早速ペタマックス持ってきますね。マネージャー、カモーン。はーい、こちらですね。待って、これマコが作ったの、もしかして。そう。おい、ちょっとこんにちは。あ、こんにちは。こんにちは、どうも。あ、口橋ですね。ありがとう。お願いします。マコが作ったの。うん。じゃあ、ここは俺食うわ。じゃあ、ここ。下にソース溜まってんだけど。おい、おい、ちゃんと混ぜたかよ。混ぜたよ。機嫌悪いの、今日は麺が。え、麺が機嫌悪い、今日。2回言うの。思わないことを。機嫌悪い、今日麺が機嫌悪いよ。マジ焼きそばみたいな色してるよ。マジ一緒、うん、焼きそばです。はい、ということでこの世の全ての食材、そしてカップラーメンを製造してくれた人々、そしてカップラーメンを開発してくれた人々、そしてここまでカップラーメンを配達してくれた人、そしてスーパーや店頭に並べてくれた人。違うよこれ。おー、待って、そうだ、待って、そう、忘れてた。あの、実は僕たち初めてのオフ会やった時にこれファンの子からもらったんですよ。はい、使ってくださいって言ってたんで、今回使わせていただきました。忘れてた、ありがとうございます。美味しく今から食べさせていただきます。ということで、せーの、いただきます。よし、これね、大食いっていうのはね、勢いがマジで大事だから、勢い勝負よ。うまっ絶対出すね待って、うまっ。ペヤングってこんなうまかったっけ。マコ、今日お腹空いてる？めっちゃお腹空いてる。多分残んないから。どう？うまい？うまいね。大食いのペースじゃなくて大丈夫か。起きてから歯磨きした？お。ソースと熱いやばい。やべ、だって寝起き5秒で歯磨きできるはずがないだろ。
俺さ、本当に黒い、そんな黒い、なあちゃんがめっちゃ白く見える。ありがとう。オセロみたいなね、これね、今のは。いや、沖縄楽しかったね。意外と感じてよかったね。沖縄の方めっちゃ優しくてさ、目がパッチリじゃない沖縄の人ってみんな。その手を、嘘でしょ。沖縄マジ良かったよ。え、沖縄のさ、料理何か食ったじゃん。何がなあちゃん一番うまかった？ネブド。海ぶどうさ、俺嫌いだったの最初の頃、2年前とかは。でもなあちゃんと今回沖縄で海ぶどう食べた時はマジうまかった。さっきの人いると海ぶどう好きなのってない、人いるから、ね、好きな人でもね、食べるご飯は何でも美味しくない。海ぶどうめっちゃ好きだからさ。なになになに、いい話を全力で買ったあっ、だいぶさ、AV なぁ、ダメだ、 D なマジでダメな、こいつツッコミ。一緒にいただいてやってこう。よいしょ。水飲むとこじゃないよ。あ、DVD って D や。臨機応変に行かないと。今何つった DV。 あ、今 D っつったの。え、なんで戻ったの、普通に焼き出して。じゃあ一口ちょうだいって言われた時にさ、カップラーメンとか麺をさ、すすってさ、食い切りを残して戻すの、あれうざくない？それ戻すのやめよ、マジで。口の中はやばい、口の中は違う。やばい、行くよ。ねえ、聞いてよ。うちさ、おっぱい飲みらしいんだ。何それ。ペットボトルとか水を飲むときに、母乳を飲んでるときの口になっちゃう。こう、あ、全然飲めない、それがずっと、だから水飲んでてもジュルッジュルッって音が鳴っちゃう。これまでよ、そしたら。もう、熱いお茶ブーッ。わかるうちめっちゃなんない、なる。うちさ、ミルク飲めなかったの、哺乳瓶。うん、だからさ、はい、やばい、そんな熱ない、おい、そんなカピカピにしてる。いや、すぐ一切ない、このラーメン何言ってんのか、マジでわかんない。あけまる。ここで諦めたら試合終了。俺は絶対に諦めることを諦めるんだ。やばい、ここまでか。俺もダメ。え、もういいじゃん、もういいじゃん。ああ、いえ、もう死なせて。口から飛んできた、無理、ね、復活。一旦集合。まつまってんじゃん。一回さ、作戦会議立てね。イメージにしない。ボディとかすぐそうやって。マネージャー、はい、冷蔵庫にあるさ、味変できそうなもの適当に。マヨネーズは絶対欲しい。あと、なんか、ちなみにボケてもいいよ。ボケていいの？ボケてもいいから。やった。じゃあ、まあ、とりあえず、あ、ごめんね。マヨネーズ、これ俺欲しいよ。マヨネーズね。あと、普通に、これちょっと試してほしい。おお、これもなんか合いそうじゃない？こっちじゃん。どうなんかなと思って。え、マジこれうまそうじゃん。いけるよね。センスいいね、マコ。でしょ？あと、これ
ガチいらない。それかな、やっぱりウガチいらない。これはふざけすぎだ。いや、よし、一回、一回やってみる。ウガチいらない。こういうボケじゃなくね。え、それは違うわ、ちょっと待って。あ、イライラする、朝から寝起き5秒後に、あ、イライラする。20分後だ。8日3分かな。いや、マジでうちは絶対やらない。うわ、マジ無理。僕は蜂蜜が大好き。見てね。食べそうに。え、ふーさんね。うわうぅうん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 、いける。マジでマジでいける。ちょ、ごめん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 、ごじゃあやぼう、そろそろやぶ頼む、呼んで。さーんさーん、ミューズ呼ぶな。早くだからよいしょ。かけまるのね、今アシスタントやってる、はい、さんです。お願いします。じゃあミューズ言えない。お、じゃあマコ、マジ頼むわ。ちょっとマジで食べれる、うち一回休憩した。いいよ、じゃあ二人で喋ってな。うん、なんか思い出話とか。うん、いきまーす。どんどんいけ、どんどん。これ麺が絡まり合ってた。ほんと？うまっ、うまい、うまい、うまい。うまいやろ。これ全部いけそう。うん、余裕。ほんとに？うん。え、ちょっといいですか。え、まこちゃんもこれ寝起き5秒ってこと？うん、寝起き5秒でこの化粧や。てかもう起きた時からこの美女。確かに寝起きの美女だ。まあ、出た出た出た。じゃあ寝起きじゃない分ちょっとお腹有利じゃない、まこちゃん。うん、寝起きってさ、余計食えないじゃん、いつも。いや、もうなんかびっくりしちゃって。そう、わかる。はい、なんかマコのメインチャンネルに俺らがお邪魔してるみたいになってるよ。本当だよ。一回さ、マコにコール振る。よし。くえくえ、マコの画面くえ、ヘイくえ、ヘイくえ、ヘイ、マコの画面くえ、誰言うからそれ、ユーモア、ユーモア。そう、マコさ、クエに似てる。待って、マコクエに似てる。あれでしょ、この辺にクエ出てるでしょ。え、クエに似てる。じゃあマコがめっちゃクエに似てる写真あるから、うち。では、この写真がこちらです。やめな、やめな、やめな。かけまるの裏方、クエ。彼氏できなくなっちゃうから、水族館行ったら会えるよ。ぜひ概要欄から。何々水族館。あれは食えって、もあんたは喋りすぎない。あんたはね、食うために呼ばれたんよ今。なんでうちらに喋ってんの。取れ高残しとこうと思って。取れ高ねえよ。じゃあちょっとマコがちょっとゆっくり食べたいそうなんで、もう一回スキップしようか。早送りスタート。ハムサハムニード。ダメとこシータ。ダメとこシータ。はい。かけまる。はい、ということでね、まこちゃんの活躍によりここまでやりました。やばくね、まこ。ちょっとだけじゃないけどね。まあ俺らもちょっと頑張ったけど。あいつ今トイレこもってる。トイレさん、大爆発してんだ。わかんないですけど。でもさすがにもう俺らも限界迎えてしまいました。もう一人助っ人呼んでもいい？はい、ちょっともう一人。ちょっとお願いします。もう、じゃもう一人。カモーン！はい、映ってる。はい、来た来た。かけまるにたまに出てくれたりカメラ回してくれるハッチンくんでーす。イエーイ。男は心強い。イエーイ。食えますって一応言ってて、残したら俺らやばいから。食えますの食えますよ。じゃあはい、もう食えるってこと。目なんか変じゃない、こいつ。物もらいです今。物もらいなら食えるよね。皆さん信じてください、これ全部食わせるんで。
今日はこの辺で終わりたいと思います。え、いいよね、食えるもんだって。ちょっと見たくないよ、もう焼きそば、これ持ってって食ってきて、ちょっともういいよ、これ持ってって食ってきて、いいよ、ありがとう、頑張ります、ありがとう、ハッチ、ちょっと頼むわ、そのために昨日からハッチのご飯に出る、うん、はい、ということでね、はい、無事完食しました。焼きそば食えるよ、ほらよかった、マジ完食した。よかった、いや、マジ嬉しい、目標達成したか、やばい、やっぱね、目標っていうのは掲げてなんぼ、なんか目標を掲げないと人ってどこ目指していいか分かんないし、頑張る力がなくなっちゃうね、やっぱり、ということで、この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローと TikTok にもなってるのぜひよろしくお願いします。もしこの動画がまた好評だったら第3弾も考えているので、ぜひ皆さん高評価とコメントバシバシよろしくお願いします。次はうちが持ってくるから、よろしくお願いします。今回は2人の優秀な助っ人が来てくれたんで、今ハッチに食べてますけど、完食できそうです。やべえ、テンセーション、いったうん、見して、うん、完食、ナイス。